こんばんは、パーソナリティの小林明です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。4月に入りました、新年です、おめでとうございます。おめでとうございます。頑張っていきましょう1日ということで、はい、今日は嘘ついても大丈夫？そうですね、エプリルフールですからね。でもなかなか政治家的にはちょっと難しい日だったそうですね、じゃあ嘘じゃない本当の話をオープニングでしていただこうと思いますけれども、はい、はい、この度岸田総理で提言をされたということで、はい、2つを大きく分けて提言されてますけれども、はい、今週と来週に分けて一つ一つちょっとお話ししていただいてもいいでしょうか？はい、わかりました。はい、まずはその一つ目、私ですね、今競争政策調査会っていう会議体の事務局長をやってまして、はい、これはですね、政府の公正取引委員会っていう組織のですね、政策を作る自民党としての、会議体なんですけども、そこで特に今回ですね、独占禁止法についての提言をしています、はい、で独占禁止法っていうのはどういうものになってるかというと、まあ、企業同士の取引でですね、よく有名なのは優越的地位の乱用って言って、まあ、やっぱり大きい企業さんが、はい、取引先の小さい企業さんになんかもう値段下げないんだったらもう取引やめちゃおうかなとかですね、その、まあ、取引続けてほしいならもうちょっとこういう融通してよみたいな話で、ちょっと無理に言い過ぎてませんかということを、なかなか企業同士ではですね対応できないという場合って結構日常的にあるわけですね、はい、そういうものをちゃんとチェックして、それっていうのは法律的に違反ですよということをやる、まあ、こういう法律があるんですね、でこの独禁法って言われてるんですけども、まあ、これについて特に今物価が上がっているということになると、この価格転嫁ちゃんとできるかということがあるんですが、物の値段が上がっている分はですね、意外とこう価格転嫁の交渉がまだしやすいんですけども、エネルギー代が上がってるっていうのはやっぱりちょっとまた転嫁しづらかったり、でさらにもっと転嫁しづらいのは実は人件費なんですね、いやこれお給料上げないと人手がいないんですよって言っても、いやそれはお宅の企業努力なんじゃないのみたいなことでですね、値上げできない、まあ、これだとですね、結局取引元大企業だけが収益が上がって、結局その取引先は全然利益が上がらないということになってしまうので、まあそれは良くないよねということなんですが、独占禁止法っていうのはですね、まあやっぱり民間同士の取引ですから、よっぽど確実に事実が認定されないとなかなかそれ違反です言えないんですよ、だからこの事実認定はすごく難しいですね、だからこの情報を取ってくるっていうのもすごく大事だし、それを認定するっていうのをスピーディーにやるっていうのはすごく大事なんですが、それをスピーディーにやるために独禁法の子どもの法律として下請け法っていうのができてまして、はい、特に大企業と中小企業の取引についてはもうやったらダメなことを明確に書いて、はい、もうそれに違反してたらすぐ名前公表するからね、勧告するからねっていうことがやられてます、でこれをですね、やっぱりいかに早くチェックをして、ダメな人を見つけていくっていうことを強化するってのはすごく重要なので、はい、まあ、人員をちゃんと増やしましょうっていうことであったりとか、あとですね、その対象になりづらいテーマっていうのがあるんですね、はい、でそれはどういうことかと、さっきから言ったように大きい企業と中小企業だともちろんこれ下請け法違反だよねっていうふうになるんですけども、結構いろんなビジネスって大きい企業からまあ中堅企業に取引が行って、そこから中堅企業から中小企業に行って、中小企業からまたさらに中小企業に行って、こう4時5時取引先ってあるんですね、なんか孫受けとかひ孫受けってこう言ったりしますよね、っていうように実際に調べてみるとですね、今も価格転嫁だいぶ進んできてますけども、やっぱり3時取引先ぐらいまでは価格転嫁進んできてるんですが、これは4時5時に行くとですね、やっぱ進みづらいですね、そこは何でなってるかって一つの要因としては、中小企業と中小企業の取引なんで、はい、下請け法の対象にならないんですよ。あ、なのでなんかそこをどんなになんかこうちょっと微妙な取引があっても、あんまりお互いに気をつけようって感じがないんですよね。なるほどね。なのでやっぱりもうこうやって物の値段が上がっていく時代で、特に値上げがすごく大事なタイミングだからこそ、今まで対象になってなかったこの部分についてもきっちり見ていく必要があるよね、というような提言であったりとか、あとそもそもこの値下げ買い叩きはダメですよっていうふうに書いてあるんですけども、買い叩きってことは値を下げてもらうってことなんですが、この物価が上がる時代だと据え置きでもめちゃくちゃきついわけですよ、でもじゃあ据え置きは買い叩きの規制に入るんですかっていうのがあって、微妙ですね。微妙ですよね。
で一応あの解釈上入りますよっていうガイドラインとか通知は出してるんですけども、はい、でも実はこの買い叩きを認定するためには3つの要件があって、特に一番難しいのはその相場に対して著しく低いっていう要件が認定されなきゃいけないですね、はい、でもそもそも相場がどんどん上がってる時に、はい、今の相場がどれぐらいなのかっていうのは認定しづらかったとか、はい、中小企業の取引って今日の後のお話もそうですけども、はい、まあ、特別にコーディネートしたりしてるサービスってあるわけですよ、うん、そうすると相場が存在しないんですよね。そうですね。そうするとそれも認定できないよねみたいになっちゃうと、あら結局、うん、ね、ごまかしみたいな、ごまかせちゃうじゃんみたいなことがあるので、はい、まあ、そこももう一回ちょっと整理をして時代に合ったルールにしてですね、はい、取引先がちゃんと格転化されて利益が上がりやすい環境を作りましょうという提言をしたということになります、はい、さあこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山のホームページからどうぞ。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は有限会社福山サービスセンター伊藤代表取締役社長の伊藤忠さんをお迎えしています。伊藤さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、伊藤さん、よろしくお願いします。というわけで福山サービスセンター伊藤ということなんですが、はい、どんな仕事をしている会社なんですか？あ、ですね、旅行サービス手配業という、あのほとんどの方が知らないと思う仕事をしておりまして、はい、うん、まあ、創業は平成元年、はい、で私は2代目で35年目になるんですけど、おめでとうございます。まあ、旅行会社と、まあ、宿泊先とか食事先、食事施設とかの間を取り持つというか、うん、仕事で、まあ、B2B の仕事なんですけど、うん、まあ、旅館とかホテルのとかそういう施設の営業代行みたいな、うん、まあ、営業マンの代わりになって、うん、旅行会社にうちの施設を使ってくださいみたいなことをする仕事を、はい、旅行サービスで入ってるっていう業種ですね。だから旅行会社が旅行プランを作ると、はい、例えばなんか瀬戸内海の港町福山ツアーみたいなのを作るとすると、じゃあどこ回るんだっけ、うん、みたいな話ができる、はい、回り先とかを営業に作る、あ、回り先というか、うん、まあ、コースの提案とかを旅行会社にすることもありますし、はい、こんな面白いネタがあるよっていう情報提供もするし、うん、でこういう、うちが契約してる、宿泊施設を使ってくださいっていうお願いをしに行くという、まあ、それがメインなんですけども。なるほど、はい、その時のなんかこう収入ってのはどこからいただくんですか？宿泊施設とか、はい、食事施設から、決まったお金っていうのはもともとだから固定費というか、まあ、要は、はい、まあ、正社員のような感じなので、っていうのをいただいていたっていうのがもともとなんですね。今は変わってきて、どんどん変わってて、やっぱりあの、まあ、インターネットが普及しだしたりとか、はい、まあ、団体旅行がどんどんなくなっていったりとかしていって、はい、だん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 その送客する、うん、その宿泊施設とかに送客する数が減っていっていて、はい、で、まあ、今まで固定のお金をもらっていたのが、うん、固定の金額減らしてくれとか、はい、あの具合にしてくれとか、あ、そういうふうな流れがあったりして、うん、我々のその仕事自体はだいぶあの様子が変わってきたっていうのはありますね。確かに旅行会社側もインターネットで検索すれば場所が分かるようになったっていうことで、少しこの間の情報のハブ役だった仕事がちょっと変わってきたってことですね。そうですね。なんでそれもあって、うちがですね、十数年前から、はい、始めたことで、うん、うちしかできない企画をしようということで、まあ、今までそのうちの使っ契約している施設さんを使ってくださいってお願いに行くだけだったんですけど、もともとは、まあ、それじゃなくてこんな変わった体験ができますよとか、いうことをうちがプロデュースして、それを旅行会社に卸し販売するような、ということをしだして、かなりあの動きが変わっていったって感じです。なるほど。例えばどんなのがあるんですか、今までだと。ですね、あの、まあ、せっかく福山なんで、はい、まあ、かなりその企画で福山に全国から誘致してるっていう実績があるのが、はい、あの大島農学堂さんっていう、あの農学堂さんありますけど、はい、あそこに、あの体験をお願いしてるんですけど、まあ、能を体験するっていうのはもともとやってらっしゃったんですけど、うん、それだと、まあ、観光客、一般観光客ってあんまり興味が持てないかなと思って、そうですね、
でその能をやったりとか、あの歌舞伎やったりする人っていうのは所作というか日常の動きが大変美しいということで、はい、その所作は何を基準にして体を動かしてるんですかみたいなことを聞いたら、それが面白かったんで、はい、あ、それを話してくださいっていうことで、はい、で美しい所作体験っていうので、で30分ぐらいの体験ものにまとめてですね、まあ、やったことないっていうことだったんで、代表もこちらで作ったりして、はい、で、まあ、あと脳のハイライトをちょっと見せてもらったりとか、脳、うん、舞台のことをちょっと教えてもらったりも入れたりして、で所作体験っていうものを作って、で近所の食事屋さんにそのうちの企画のため の, あの料理を作ってもらって、はい、でその料理と体験のセットプランっていうのを旅行会社に販売する。めっちゃ面白いですね。そうです、そんな感じでかなり福山に貢献してます。へー、すごい、はい、いやなんかこれ能って言われちゃうと、いや関心ないわってなりますけど、所作になった瞬間みんななんか、そうなんです、知りたいみたいな、あの老若男女関係あるというか、はい、そういう感じになってくるん で, であとはやっぱりあの僕らそのこの観光業界長年行っていると思うのは、あの例えば大阪の旅行会社からしたら、じゃ福山って何があるのね、っていう話で、まあ、友の浦、うん、あんま行ったと、うん、散策したらもう終わりっていう、でもう、はい、あれやったからもういいよ、で他ないのっていうふうな話、まあ、実際あるわけですけど、そうですね、そのコンテンツというかその施設さんもあるわけですけど、ね、でも何かやっぱりその引きつけるため の, あの魅力を発信していかなきゃいけないし、うんうん、でということでそういうこんな面白い体験ができるよっていうものを作っていくっていうことを力を入れていく。いいですね、いやめっちゃ面白い。いやでも本当それすごい重要だなと思って、はい、私もあのもう福山市中ずっと回るんで、はいはい、いろんな楽しい体験に出会うわけですよ。あ、なるほど。お前ちょっと漁船乗ってけとかって言われて、そう、乗り網漁船とか乗るとめちゃくちゃ面白いし、はい、乗れたんですか？乗りました。へえ。今やそれちょっと観光商品になりつつあるんですよ。あ、そうなんですか。これ伊藤さんも商品化してほしいですよ。あ、そうなんですか。私の東京の知り合いのお客さん来たら、はい、あの必ず乗ってもらうんですよ。おう、でそうするとやっぱりそののり刈り取って、うん、その刈りたてののりを今度そのまま工場持ってって、はい、生のりの佃煮に作れるんですよ。ああ、でも白いほかほかのご飯かけて食べて帰ったらめっちゃ美味しくて、あ、田島の方、田島の方、あ、もう一人これで5000円から8000円払うみたいな感じ。あれ朝早いんですよね。早い、早いです。めっちゃ早いです。めっちゃ寒い時に食べて、そう寒いですよでもなんかあのちょっと不器用な漁師さんと一緒に乗るあの漁船めっちゃ楽しいですよ。でだんだんあの仲良くなるとあのコーヒー缶コーヒーが出てくるみたいなよくてあと私これ結構頑張ったんですけど、はい、瀬戸内に安曇って旅館できたじゃないですか、はいはいはい、高級、はい、でそこにやっぱり外国籍の方泊まり方が多いんで、はい、体験で何か紹介してよっていうのがあって、うん、実はあの虎屋さんの和菓子作りの体験で日頃数千円ぐらいで、はいはいはい、ご紹介したらプログラムに全部公式になって、あ、本当ですか。1回数万円。え、どこでやるんですか。安曇に行って、あ、行くんですか。あ、なるほど。やるっていう形になって、いやこれはですね、もうぜひいっぱいネタあるんでちょっと伊藤さんに商品化してほしいの後で相談してください。はい、はい、ありがとうございます。いや本当にもうたくさんこの瀬戸内やっぱ体験面白いですよね。そうなんですよ。実際はあるのはあるんですけど、やっぱりあとそうどういうふうにあの商品作っていっていくのも大事だし、それを情報発信するっていうのがめちゃくちゃ大事で、だから作るたはいいけど、発信がうまくいってないとか流通に乗ってないっていうことが多々あって、うん、結局埋もれてしまってるっていうのが全国にいっぱいありますね。そうですよね、うん、なんかこう定期的に来てくれたらクオリティも上がっていくし、うん、いいサービスになってるのに、なんか月に1回しか来ないとか全然お客さん来なかったらやっぱり、うん、もうやめちゃいますよね、うん、そうなんです。だから僕らはその流通のプロっていうところなんですね、うん、だからその商品を、まあ、自分でも今作るんですけど、はい、商品があってそれをこんなものがあるよっていうのを旅行会社にお届けするっていうのがあの我々の仕事、まあ、本来一番役に立つところなんですね。その流通網をまあ本当上手に使っていかないと、まあ、もったいないなとは思ってますね。最高です、はい、この後ちょっと打ち合わせしましょう、はい、ありがとうございます。お願いしたいと思いますが、でも特に最近注力していることってどんなことですか。最近注力していること、はい、まあ、本業に関して言うと今も、まあ、もともと岡山県と広島県の旅行会社、まあ、百何十件かあるんですけど、でそこを対象にだけずっと回ってたんですね。で定期的には顔を出して、で、まあ、企画も作ってこんな、施設があるんでお願いしますってことをやってたんですけど、今やってるのが出張というか
つい、先日も関東行って、東京や埼玉行ったり、あと来週は北海道行くんですけど、はい、今沖縄この間行ったりもしたんですけど、まあ、その北海道、沖縄とか関東の旅行会社に出向いて中四国に来る分をお手伝いします。で、我々その長年そのこの広島岡山の旅行会社と取引してると、それはやっぱり中四国のことがめちゃくちゃ強くなるんですね。取引施設もたくさんあるし、情報も人脈もめちゃくちゃあるんで、うん、で観光のことも当然かなり頭に入っているので、ものすごく得意なんですよ。で、例えば北海道とか東北とかの旅行会社からすると、中四国のことでなんかぼんやりしてるんですよ。遠すぎて、まあ、そうですよね。あんまり来ることはないんで。逆もそうでしょうね。う、中四国の人からすると北関東ってなんかもう一つみたいな感じになってて、そう、もうちょっとよくわからんから、まあ、プロの旅行会社なんで本来できないといけないって言っても、その全国全世界をやってるんで、わかんないっていうのがあるんで、でやっぱり、そう、苦手な遠いとこっていうのは苦手だったりするんで、うん、で我々はその今度逆バージョンで、遠いところの旅行会社さんが九州国に来るときに全部それをトータル的にやりますよっていうことを、今活動している。ああ、いいですね。ぜひ、だから遠くからどんどん、そうです、こっちに引っ張ってくるっていう、この瀬戸内に来てくれる。はい。で、今でもやってて思うのはですね、はい、意外と福山はだいぶ有名になってきてる。あ、そうですか。はい。なんでなんですか。やっぱり友之浦のおかげだなと思ってますね。でも、まあ、圧倒的にやっぱ強いのはやっぱあれですね、尾道倉敷ですね。ああ、やっぱりね。まあ、宮島とかも大勢なんですけど、うん、でもやっぱりそれ結局あとそこもポンポンなんですよね、うん、ポンポンっていうのはその福山をじっくりとか、はい、あとは隣接の府中とか、うん、そういうところをゆっくり行くってことはほぼなくて、はい、もう大急ぎであちこち、もう宮島行った後はもう出雲大社行くみたいな感じなんで、もうなんか移動してる時間長すぎですね、それね。まあ3泊4日とか2泊3日で飛行機できて、はい、中四国回ったりするっていう感じになるんで、あ、まあそう急ぎ足になるんですけど、うん、でもなんとかもうちょっと、滞在してもらうような、まあ、コースというか工程表を作って提案したりとかしていますね、うん、まあその方がリピーターも増えますよね、うん、なんかもう一通りバンバンバンと回っちゃうと、もう中四国終わりみたいな感じになっちゃいます。もっと深く知ってもらうっていうことをしたいなと思って、うん、そういうこともやっています。それが一つと、はい、もう一つがですね、なんていう、まあ、そういう今ですね、旅行業界では団体で食べれる食事施設がないっていうか、減ってきたって言われてます、ね。まあ、そうですね、減ってきたっていうがですね、まあ、そのコロナによってのこの3年間で団体が、まあ、本当壊滅状態になったので、うん、多くのそのドライブインって言われる食事施設だとかなくなっていったんですよ、はい、うん、で、それ全国的にそうなんですけど、うん、でバス会社とか旅行会社がみんな困ってるんですね、ええ、もう行くとこないと、はい、団体でもまあ2、30人とかでもって言ったんですけど、うん、でも実際のところ、例えば福山でも2、30名入れる食事施設っていくらでもあるんです、ありますね、いくらでもある、これ福山に限らずなんですけど、はい、だからそれないって言ってるんですよ、あ、旅行会社はないって言ってる理由は知らないんですよ。でネットで探せば出てくるかもしれないけど、ね、だけどそれだとちゃんと受け入れがちゃんとできてるのかとか、うん、その団体が行ってちゃんと、そうですね、1回でさばけるのかとか、できるのかとか、あと、まあ、その旅行会社って当然手数料商売してるのが圧倒的に多いんで、はい、そういう部分がサポートできてるのかとか全く未知数なんで、やっぱりないって言ってるんですよね。なので今それをちょっと解消しようと思って、で今中四国地区の受けを今やるようになったんで、この辺の、食事施設さんで大きなところの、まあ、キャパシティが50名以上のところに関して、まあそういう団体受け入れしたいっていうふうに、まあ、手を挙げている方に対してコンサルとして、はい、団体受け入れするためにこういうことが必要ですよと、うん、メニューはこういうものを作った方がいいですよっていうふうなことを教えしたりするような、そういうコンサルティング業を始めたりしてます。それは面白いですね。大事、めちゃくちゃ面白くて、この間今真っ最中でやってるのが、うん、セラの食事施設さんと、はい、あと三原の食事施設さん、はい、で当然この我々の業界では全く無名なんですよ、うん、でじゃあ料理をどんな料理を作ろうかと、じゃあ原価どのぐらいで作って、売価をどのぐらいにしてみたいなことを、
一緒に話し合いながら作っていって、今あとパンフレットなんかも旅行会社向けのパンフレットみたいなのちゃんと写真撮りも、カメラマンを使って撮ったりとか、それやっぱ見せ方とかその打ち出し方って旅行会社独特のものがあるんですよね。そうですね、一般の人とも全然違うん で、 あでそれを我々はそういう知見を持ってるので、なので、そういうアドバイスどんどんしていって、まあ、メニューを、まあ、すると今日も打ち合わせしてたんですけど、すごいめっちゃいい話ですね。なんていうか、このなんか時代に合わせて事業環境って変わるじゃないですか。そうですね、でもなかなかそれに合わせて切り替えられない事業者さんって多いですけど、見事にトランスフォーメーションしていやせざるを得ない。いやすごい、いやめちゃくちゃいい話。ちょっと後半さらに、はい、あの体験に振った話をちょっと深掘りしていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ではこのあたりでちょっとブレイクです。今夜は有限会社福山サービスセンター伊藤代表取締役社長伊藤忠さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでやっぱりこの瀬戸内、はい、特に体験が面白いということなんですが、さらにいい企画が、はい、大人気の企画ですね。あ、そうなんですね。はい、今日ポスターを持ってきて、ね、ありがとうございます。はい、まあ、このドキドキのタコツボ水揚げライブっていう、まあ、名称なんですけど、はい、これはですね、コロナの真っ只中に始めたことで、うん、やっぱり僕らその団体旅行を主にやってたわけですけど、はい、それが全くストップした3年間だったんですけど、うん、で本当やることないんで何かやろうということで始めたのがこれ で、 でたまたま知り合った笠岡のタコツボ漁師さんとあの話して、あの水揚げの様子をライブ中継して売ろうよ、はい、でオーナー制度でやってみようよっていうことを持ちかけたら、うん、あ面白いですねっていうことで、でそこから作り上げていったという、はい、タコツボオーナーになれる。そうです、オーナー券を販売してる、はい、なるほど。おいくらなんですか。3900円の税別なんですけど、はい、3坪1セットになってて、うん、で送料も、入ってるんですけど、へで、まあ、1番から150番まで、はい、あらかじめナンバリングしたタコツボを海に沈めておいて、はい、で週に1回水揚げするんですけど、うん、でその水揚げの日ごとに、番号のオーナーになれる。例えば7月2日の123番のオーナーみたいな感じで、そういうことなんですね。購入していただく、それをネット上で、購入していただくと。なるほど。いうふうな感じでやってて面白いなと思ったのがですね、あの、まあ、地元の方もたくさん買ってくださるんですけど、はい、本当全国から一番遠いの北海道とか、はい、うん、あの関東の人もかなりいますね。へー、面白い、うん、あの今今年3年目になるんですけど、去年は、全8回あるんですけど、はい、8回でも全て完売したんですけど、すごい本当。でもあのなんていうのリピーター率がすごく高かったりするんですよね。普通、まあ、買って当たったらもうそれで終わりじゃないですか。そうですね、だけどなんか当たってもまだ買う、また次回もなんか癖になるんですよ。だからやっぱりそのちなみにどれぐらいの確率なんですか、入ってるの。ですね、10% 低い。結構低いですか。低いです、もうほとんど入ってる。だからあの水揚げしてる時にそのライブ中継してずっと回してるんで、ほんと入ってないのが辛いんですよ。そうですよね、もうだん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 無口になってくるプレッシャーですよね。あげる側もこれやべえなみたいな。いや、さすがにちょっとまずくないかこれとでもやっぱりその嘘ができないんで、仕込みができるんだったらいいんですけど、本当にライブで配信してるんで、その緊張感がはい、だから本当にいいでしょうね。辛いんでですけど、まあでもね、本当に実際、通常でもね、水揚げした時にやっぱりそのぐらいの 10% 未満ぐらいらしいんですよ。これでも取れたらどうやって送られてくるんですか。クール便で送られてきます、はい、もう締められた状態ではいい。そうですね、締めて、はい、内臓取って、はい、ぬめりを取った状態、はいはいはい、じゃあお家でちょっと切れば、うんうん、そうですね、お刺身にしたりとか、ね、茹でて食べたりとかできる状態、はい、茹でるのも有料で、プラスなのが600円ぐらいで、じゃあもうこっちでやっていきますよ。うん、茹でてもらった方が全然あの上手なんで、やっぱりその、ああ、やっぱそうですよね。これ取れなかった時はもう残念みたいな感じなんですか。あの残念 なんですけど、残念賞というか、はい、ね、その漁師さんが作ってらっしゃる、うん、あの一番乗りといって高級な、はい、
海苔があるんですけど、それがお届けされる。まあだから、まあ、残念賞っていうのはもったいない、外れないかもですね。まあ実際その一番のなかなか市場には流通してないみたいで。そうなんですよ、うん、高級お寿司屋さんとか、そうですね、そういうところじゃないと思うんですよ。私も食べたことあるんですけど、はい、全然違いますね。違いますね、びっくりしました。香りとか本当に、はい、うん、いや面白い。お茶なんかと一緒なんですよね、だからね、うん、あの一番初摘みとかですよ、最初のやつですね、うん、やっぱり味が濃いっていう。これあの買わなくてもライブだけって見れるんですか？あ、それはもうどなたでも無料で見れますし、まあ、なんですか、まあ平日の昼間やるんで、うん、ほとんどの方が仕事してらっしゃるんで、あ、そうですね。なんで、あのアーカイブだってあの録画、あ、うん、何で検索するとどうですか？YouTube の、まあまあ、ネット上で、はい、タコ壺水揚げまであれば一番最初に出てきます、はい、じゃあちょっと気になる方は、はい、アーカイブを見ていただいて、そうですね、今年は狙ってみようかなと、うん、そうですね、今はもう第1回目の7月2日分は完売はしましたね。はい、はい、はい、すごい。じゃあもうお早めにって感じですね。そうですね、お早めに、ね、いや面白いですね。というわけでまだまだ新しい取り組みがどんどん広がってくるんだと思います、はい、なんか今後の目標などあれば。今後の目標、はい、なんかメッセージも含めて。そうですね、メッセージといえば、はい、まあ、その高坪の参加ぜひあのしてもらいたいと思うんですけど、あと今回あの高坪の水揚げライブの分は、まあ、本当に値上げしたかったんですよ、うん、まあ、いろんなものが高騰、さっきもちょっと話しされてますけど、はい、実際そうしたかったんですけど、これあの、まあ、ギャグみたいな商品なんで、うん、あんまり値上げすると難しいなと思ったんで、今回は、はい、あのスポンサード、おあのスポンサーを募集したんです初めて、はい、でメインスポンサーも入ってもらってるんですけど、うん、それ以外にあのメインスポンサーのエクステリア杉さんっていう、ね、はい、あのそういう、まあ造園関係の仕事してらっしゃる、まあ、はい、お庭周りの仕事してらっしゃるんですけど、うん、でそこ以外に1日ごとの、まあ、8日間あの開催されるんで、うん、1日スポンサーっていうのも募集してて、でその8日間分の今7日分はもうあのスポンサーになってもらってるんですね、はい、スポンサーは3万3000円なんですけど。なるほど、じゃあまだチャンスがあると。はい、あの 1枠あのスポンサーを今応援してあげようかっていう人がいらっしゃるか、はい、じゃあ福山サービスセンターの伊藤さん宛てにご連絡でいいですか？ああいうかこのサイトから購入できるようになってます。すごいですね、はい、全部仕上がってるということで。そうです。じゃあぜひ皆さんまずあの気になった方はタコツボ水揚げライブでちょっと YouTube 検索していただいて、はい、そうですね、スポンサーさんがいらっしゃるから、はい、3級価格ですよ、3900円、ね、そうです。本当にこんなお得でいいのかって、のりはついてくるんですからね。そうですね、外れなしです、はい、あのね、自分のために購入する人ももちろん多いんですけど、はい、あの例えばお友達にプレゼントしたりとか、誕生日プレゼントとか、あと大勢の職場仲間でみんなでワイワイ楽しむためのイベントとして購入するっていうのは結構多いです、ね、確かにね、届いたらバーベキューみんなでしよう。あ、そうです、タコパーしよう、ね、いいですね。ぜひ、まあ、本当瀬戸内魅力あるコンテンツいっぱいありますから、はい、旅行も注目していただけたら。とはいえ期間が限定されてますので、確かに、あ、もう早めに今回、そうですね、タコツボの分に関しては7月、8月で、うん、だけで、やりますので、うん、で、まあ、もう、触れてしまったらもうそこでお会いしますので、うちの村でもう募集始まってますからね、はい、お早めに、はい、今日本当にお忙しい中ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今夜のゲストは有限会社福山サービスセンター伊藤代表取締役社長伊藤忠さんでした。いや、面白い仕事ですよね、うん、ですね、うん、はい、まあ、本業の方も、はい、本業って言っちゃっていいんでしょうか、旅行会社の方も、うん、小林さんね、いろいろほら、友でフライパン作っちゃったりとか、そうそうそう、鍛造、ね、体験とか、そうですね、新一の方で織物の体験、はい、繊維のね、縫製の体験とか、ね、いっぱいあるんで、サンナではね、ハーブのね、そうです、ハーブの摘み取りの体験ができたりとか、ちょっといろいろちょっとご紹介してコンテンツ化していただこうかなと思いましたので、はい、皆さん商品化こうご期待ということで、はい、すごい、福山にもっと多くの人たちが来てください、ね、出来上がったら宣伝しますので、よろしくお願いします。それでは今夜もお相手は小林文明とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は甲賀物産、カネソ22の提供でお送りしました。